ある日監督ラボに一通のメールが届きました。監督ラボ様の YouTube を拝見し、ぜひピッピン公認プロとしてご活動いただきたくご連絡させていただきました。当社はピッピンという日本最大級のソーシャルコマースプラットフォーム、この動画ではピッピンとは何かを完全解説します。あなたも使ってみませんか？商品選びの買い物サービスの場を。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ピッピンとは何ぞや、ネットショッピングでお気に入りのあの人が紹介してるから買いたい、あなたもそんな経験ございませんか？よく見るガジェット系 YouTuber、 似たような商品を徹底比較しているレビューサイト、その動画や記事を見てこの商品を買おう、へーこんな商品やんだ、デメリットを知った上でこれは買いだなと背中を押されたことはありませんか？あ、洗濯機壊れた、すぐに買い替えしてえな。ネットでショッピングサイトを検索、実店舗に行って商品を見る、店員に聞く、そんな商品探し疲れませんか？商品の探し疲れを感じているユーザーの悩みを解消する場、それが今回紹介するピッピンです。できるだけコスパがいい商品買いたいんだよね。商品だけ見て買うではなく、人から買う安心感を大切にするサービス、それがピッピンです。検索では埋もれてしまってるけども、本当に素晴らしい商品を、プロが厳選する商品を探せる、買える、相談できる場、それがピッピンなんです。ちなみにピッピンじゃなくてピッピンです。ピッピンの歴史。ピッピンは、てみてという全サービスから2021年3月25日にリニューアルしたショッピングアプリです。ピッピンを運営しているのは株式会社 EC ゲインという沖縄の会社。未来を作るスタートアップ大賞2021の35社に数あるスタートアップの中から選出。ピッピンはですね、楽天ルームと似ていますが、大きく違うポイントが2つあります。まず1つ目、選ばれしプロの手によっておすすめできます。はい、楽天ルームはですね、誰でも登録することができて、誰でもそういったセレクトショップを持つことができますが、ピッピンはですね、誰でもではありません。各分野のプロが厳選してくれます。はい、で、このプロなんですけど、ピッピンからですね、承認されなければ販売することすらできません。何かの専門家、マニア、知識のある人、ジャンルに詳しい人などがおります。プロ公認アンバサダーになるにはピッピンからお声掛けが基本です。監督もですね、 YouTube に載せているメールアドレスからですね、 DM が届きました。そこには監督ラボ様の YouTube を拝見し、ぜひピッピン公認プロとしてご活動いただきたくご連絡させていただきましたというメッセージが届きました。ちなみにこういったお声掛けの他に事前応募というものがあります。こちらは公認プロの応募フォームにて応募が可能、ただし審査がございます。楽天ルームとの違い、その2、取扱いサイトが増え、買い物に選択肢が生まれます。楽天ルームはその名の通り楽天のみのショッピングです。今回のピッピンに関しては楽天の他にヤフーショッピング、アマゾン、こちらが合わさった合計3社のショッピングサイトから商品を選ぶことができます。こちらが増えることによって単純に在庫探しの選択の幅が広がります。あとはですね、自分が持ってるカードですとかポイント、送料無料などですね、そういったところを加味しながら購入することができるようになります。ピッピン、一般ユーザーが楽しめるポイント、メリット。改めてメリットを紹介しますと、アンバサダーやプロが紹介しているレビューを参考にして、自分が納得して購入することができます。そのショップには文章、画像、動画も含まれます。他にも、1対1で直接の質問、相談をすることができます。また、見る分に関しては、ブラウザ、またはアプリも出ております。そういった紹介レビューを見ながら、納得して購入することができる。それがピッピンとなります。というわけでですね、このピッピンなんですけども、監督も公式さんからプロになりませんかというわけでですね、お話をもらいまして、今回やることになりました。で、監督なぜやったかと言いますと、実はですね、監督ラボ案件動画というものをですね、だいたい今15本ぐらい今までもらいました。で、 YouTube で検索すればその商品が出て、まあリンク先も載ってるんですけども、商品レビューの他にアニメのレビューだったり、フィギュアレビューだったり、ゲーム実況だったりですね、いろんなジャンルの動画を出しております。なので本当におすすめたい商品があるんだけども探しづらいな、 YouTube でですね、素人が一番やっちゃいけないジャンルごちゃ混ぜのチャンネルとなっております。そういったサイトをね、一つになんかまとめて商品レビューだけの場所を作りたいなと思っておりました。ところに、もうちょうどタイミングよくピッピンさんからプロになりませんかというお話をもらいまして、サイトをじっくりとですね、読み込みまして、今回ですね、プロピッピンとしてセレクトショップをオープンしました。ありがとうございます。
販売手数料はもちろん無料です。月間利用料も全て無料、ノルマなし、やらない手はないですね。ある程度打ち込み作業とか動画を貼ったりとか URL を入れたりとか理由書いたりとか画像を載せたりとかする手間はありますけども、自分にとってですねデメリットではないという結果になりまして、今回はピピンプロやることに決めました。はい、そのわけで今回はですねピッピンというものをですね紹介させていただきました。監督自身もやっておりますので、この動画の概要欄にサイト貼っておりますので、ぜひご覧ください。今この動画を出したばかりはですね、まだ全てのねおすすめしたい商品を載せたりはしてないんですけども、徐々にですね追加していく予定となっておりますので、商品レビュー全部を出すというわけではなく、古いものに関しても2年くらい前の商品とかあるので、いろいろと考えた上でこれは今現在おすすめできるなっていうものだけを厳選してセレクトしてますので、ぜひですね皆さん購入していただければなと思っております。というわけで監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。5月堂いただきあの人がこすね。2020未来を作るスタートアップ大賞2021。イエス。ピピンショット。ピピンとは。ピピン。ピピン。